はようございます。おはようございます。太鼓芸能集団鼓動の小松崎翔吾と中谷翔です。さあ始まりました、第41回ハートビートラジオですけれども、このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。はい、前回ですね40回を迎えまして、はい、今回41回目というふうになりますけれども、はい、今回もですねゲストを迎えてやっていきたいと思います。はい、はい、本日のゲストはこちらの方です。皆さんこんにちは、タコシュンです。ちょっと待って、ラジオ局間違えた。マジかよ。ですね、ギターから始まりましたけれども、たくましゅんくん、たくまと私たち呼んでますけれども、はい、お迎えして本日お送りしていきます。お願いします。いや初めてじゃない、ハートビートラジオにギター持ち込んでくるっていうのね。なかったですよね。めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、ね、いやいいですね。流れ変えていきましょう。流れ変えていこうか、うん、40回超えたからね。ここでおっしゃ、 OK、 いいな。うん、谷もね初めてのパーソナリティでしょ。初なんです。ちょっと楽しくやっていきましょうよ。はい、楽しくやっていきましょうね。2人とも研修所もかぶってたりだとか、そうですね、そういう話もできれば、ね、面白い話聞けそうなんで、はい、元気よくいってみましょうか。はい、ちょっとよし、楽しく準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。よっしゃ。ではよっしゃ、いきますよ。それでは参りましょう、ハートビートラジオ。あのさ、はい、あのさ、はい、合わせてハートビートラジオ。ごめんなさい、僕です。すいません。すごいバラバラになっちゃったじゃん。僕もちょっとごめんなさい。そうですね、二人ともさ緊張が喋る速度に出ちゃってるから出ちゃってますね。すいません。ハートビートラジオみたいな感じになっちゃう。すいません。大丈夫ですか。はい、楽しみます。ちょっとやばいやばい、リラックスしてね、楽しみないと。うん、タニーに今回任せますからね。じゃあどうぞ行ってきましょう。はい、さあ始まりましたハートビートラジオですけども改めまして今回のゲストはたくましゅんでございます。たくまさん、はい、自己紹介早速お願いします。はい、どこだっけ。自己紹介ですよ、はい、自己紹介です。名前と年齢と出身地と、はい、まあ、舞台で主に扱う楽器などを紹介してもらって、はい、今どこだっけって言ったのはね、カンペの方ですね。あ、すいません、目で追っておりました。ちょっと待って、ラジオだからね、分かんないから。見れてる。どれですか。どれですか。1枚目の、どれですかじゃない、自己紹介お願いします。 の、 あの下です。たくま米印自己紹介するって書いてある。 ありました。どうぞ。お願いします、はい、僕の名前はですね、たくましゅんと言います、うん、年齢は、はい、23です。はい、はい、出身地は、うどんが美味しい香川県です。はい、はい、舞台ではですね主に太鼓をバシバシ打っております。お、はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。びっくりするわ、ドア玉から。ごめんなさいね。ちょっと分かんなかった。分かんなかったの？はい、違う。もうだいたいここまでの3分4分ぐらいで、たくまどういう人なんかっていうのは薄々多分リスナーの皆さん感づいてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、とってもね、なんて言ったらいいかな、天真爛漫な子です。はい、うん、いい意味で。みんなね、はい、うん。温かい気持ちで聞いていただけたらなと思います。仲良くしてください。はいはい。じゃあどんどん紹介しててください。そうしましたら、はい、ここから掘り下げていきたいと思うんですけども、はい、じゃあまずメジャーなところから、はいはい、メジャーなところ、うん、好きな食べ物。好きな食べ物、ね、お願いします。好きな食べ物はですね、はいはい、お寿司。お寿司。あ、いいですね、うん。特に卵。いいですね。ちょっと待って。ちょっと待って。僕ね、ありましたよね、マグロとか来ると思いきや、うん、まさかの卵。回転寿司行くと10皿中5皿ぐらいは多分卵。それお寿司じゃなくていいんじゃないの。お寿司の卵が好きな、うん、大好き。じゃあちなみに他の魚のネタは、え、何やろう。うん、あ、でも適当に食べるんですけど。お寿司屋さんに卵食べに行ってるじゃないな。ほぼブリとか好きですかね。あ、ブリが好きね。ブリめっちゃ美味しい。ごめんね、なんか無理やり言わせちゃった感じで。いや、ブリ美味しいですよ。あ、ブリ美味しい。あとは、うん、うん、
わかった、ありがとう。とりあえずあの卵のお寿司が好きですと。そう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 、オッケー、素晴らしいことじゃないですか。はいはい、じゃあ次行きましょう。行きましょうか。次、好きなアーティストお願いします。好きなアーティストですね。僕はですね、90年代のバンドが好きなんですけど。いいじゃないですか。ユニコーンとか、あ、真心ブラザーズとか。いや、いいね。サニーデイサービスとか好きですね。洋楽だと、うん、オアシスが好きですね。だいぶコアですよね。コア。いや、だから要は結構アコースティックっていうか、まあ、ロックっていうか、うん、なんかそれこそバンド、ね、ザ・バンドっていう感じの、はい、アーティストが好きと。そうです。なるほどね。オアシスはやっぱ有名ですよね、やっぱり。当たり前だろ。そうですよね。まあ、相当好きだな、はい、これも、うん、これ4つの中で分かったの、うん、僕オアシスだけです。本当。はい、僕も大好きですよ。そのユニコーンもそうですし、今コロブラザーズ、サニーデイサービス、オアシスっていうね、大好き。なんかもともと今ギター弾いてたじゃん。はい。なんかやっぱりそういう自分でもなんかバンドとかやってたりしたのかな、もしかして。そうですね、地元の高校時代、地元でやってました、うん、あ、そうなんだ。うん、高校の友達と。やっぱりさ、いや僕もね、はい、バンドやってる友達すごく多くて、地元で、はい、やっぱ憧れる存在だよね、このメンツっていうのは ね。 そうですね。今も聴いてる？今もめちゃくちゃ聴いてます。あ、やっぱり、うん、なんか最近聴いてるのは？最近ですか、うん、ちょっと待ってくださいよ。ねえ、なんですぐ出てこない。いや、これ以外にもたくまさんの好きなバンド聴いてるんですよ。お、はいはい。岡本図。あ、岡本図。はい、岡本図。最近のバンドですよね。あと、ユタシューさんとか。あ、ユタシューはちょっと有名じゃないけど。あ、まあまあ、まあ、インディーズとかも聴きます。インディーズ聴きます。いいよね、うん、で、最近聴いてるのは？最近聴いてるのは、うん、ちょっと待ってくださいね。ここまでいろんなアーティスト出しておいて。まあ、考える隙間あったでしょうか。そうですね。うん、ちょっと出てこない。嘘やろ。出てきてくれよ、むしろ。あ、そう。でも、もういろいろこうまんべんなく聞いてる感じ。特にっていうよりかは、うん、そうですね、うん、そうかそうか。いろんな曲聞かれてますよね。いいじゃないですか。有名なものから、ね、うんうん、みんなが知ってないものまで、うん、結構いろいろ聞いてますね、バンドは。いや、なんかどんどん、なんかそういうさ、インディーズの人たちとかもさ、こうラジオとかで紹介してさ、こうリスナーの皆さんにこう知ってもらえたら嬉しいよね。嬉しい。これもしかして知らないんじゃないかみたいな、うん、でも逆に知ってほしくないっていうのもあるんですよね。なるほどな。有名。もうあのさ、俺だけ知っときたいみたいな。売れたらなんか遠い存在になっちゃって、ちょっと寂しくなるみたいなね。そうなんですよ。オッケー、じゃあ今日はこれぐらいにしとこうか。そうですね、うん、出てこないっていうことなんで、ごめんなさい、全然大丈夫です。じゃあ、うん、次いきますね、うん、趣味は何ですか？趣味はですね、はい、やっぱり今さっきもギター。はいはい。自分で曲作ったりとかするのが好きなんで。おお。はい、ギターと、うん、あとはですね、ツアー中とかでよく散歩しますね。散歩ね、はい、これ多いですよ、やっぱり。鼓動メンバー、うん、ね、僕もやってます。私もやってます、うん、やってますよ、みんなやってますよ、ね。散歩はまあ大体の人がやってますけど、まあまあ、そうですね。これ何、ツアー中の散歩何が面白いの？うん、僕はなんかでっかい通りとか有名なとこ行くよりかは、はいはい、路地裏とか好きですね。なんか人がいな来なさそうなところ。あ、そういうのこう、うん、パッとこうさ、横目にこう入ったりとかしてさ、お、なんかこの通りおもろそうみたいな感じで、そうそう、入っていく。そうです。もう当てもなくさまよって、何も考えず、うん、そうそう。そしたらなんかおしゃれな店とかあったりとかして。あるよね、そういう路地裏に限って。そう、なんか嬉しくなっちゃいますよね。わ、うん、かる、めちゃくちゃそれは。いい、ね、それこそさ、さっきの話じゃないけど、そういうお店知ってほしいけど自分だけが知ってるみたいなさ、お店もあるよね。なんかありますね。確かに、ちょっと知ってほしくないけど、これ確かに、あ、絶対人には教えたくないけど、こっそり行きたいみたいな、なんだよなみたいなね、うん、結構あるわ、各地に。ありますね、ありますよね、うん、確かに。なるほどね、 いいじゃないですか。いいな。はいはいはい。ギターの趣味のところはですね、今日ですね、リスナーの方からのなんか質問、うん、いつもね、いただいて本当にありがたいんですけど、そちらにもこう結構いくつか来てるんですよ。有名なんですかね、たくまくんがギターをされてるっていうのはね。 いろんなところで言ってる？いや、そんな別に言ってはないですけどね。うん、自然と広まっちゃってる。自然と広まってるんかな、感じなんですかね。
ねえ、コドの忘年会で歌うぐらいじゃない、毎年そうですね。いや、そうなんですよ、去年はね、本当にこういう状況下だったんで、うん、去年できなかったんですけど、一昨年、そう、一昨年でいいかな、去年、一昨年のね、忘年会でさ、歌ってくれて、この時もあの、まあ、即興じゃないけど、自分で歌詞作ってね、やってくれたりとかして、はい、毎年、ね、やってます。いいじゃないですか、なんかね、毎年楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、結構もう曲溜まってきた。いやでもなんかやるってなってから作ります。なるほどね。バンド名とか決めて、うんうん、忘年会のためのバンド結成してね、そう、うん、でバンド名決めて、うん、そっからもうなんか、うん、テンション上がってきて作るみたいななるほどね。なんかまたできるといいよね、なんかそうやってみんなで楽しめる場所が ね、 本当に、はい、まあ、ね、状況が変わっていったらちょっとです ね、はい、そうですね、やれたらいいかなと思いますけれども、はいはい、あ、そうですか、はい、じゃあ次行こう。そうですね、うん、そうしましたら、じゃあ鼓動に来る前は何をしていましたか。ああ、鼓動来る前ですか、まあ、太鼓もやってましたけど、はい、で今さっきもバンドやってましたけど、はい、僕はですね、農業高校でした。お、はい、農業高校で、うん、果樹科って果物とか育ててたんですけど、僕はキウイを育ててました。待って、ごめんごめん、何、キウイフルーツ。あ、うん、キウイって聞こえてる。キウイフルーツね。キウイフルーツを育ててたんですけどね。もうキウイフルーツを育てることがメインだったの。ごめん、俺本当に農業高校についてあんまり知識がないんですけど、3年生になると、はいはい、なんか専門のなんていうんですか、研究に励むんですけど、はいはいはい、選べるんだね、自分で。でなんか一つのものを育ててくださいみたいなのがあって、はいはい、僕はキウイフルーツを選んで、はいはい、夏休みぐらいに水やりに行かなくて、うん、腐らせちゃいましたっていう。一番やっちゃいけない。それどうなるの、腐らせちゃったら課題として成立しないから。だからめっちゃ先生に怒られたんですよ。いやいやいやリベンジした。リベンジはできなかったです。もうさすがに木なんで。なるほどね、もう木から行くんだ。そう、もう木からやっちゃったから根絶やしにしてしまったね。だからもう長年の先輩が受け継いできたものを僕がダメにしちゃったんですよ。ちょっと待ってくれよ。もう今でも復活してるといいね。そうですね、うん、結構経ってるでしょ、卒業してからね。そう、ちょっと聞いてみな、今度ちゃんとキウイフルーツ復活してますか、うん、って言ってね、僕も見てきます帰ったらなるほどね、農業高校だったと、はい、では果樹か、そう、面白い。今なんかじゃあ知識的には、いやマジで、うん、勉強してなかったんでゼロに近いです。期待しちゃったじゃんか、はい、ちょっとこれからじゃあこの木植えてとかじゃできるのって。無理、本当に無理っすごめんなさい。そっかそっか、どうの皆さんごめんなさい。でもね、いつか思い出すかもね、何かに役に立つかもしれない、ね、そうですね、家に教科書はあるんで遊びながら帰ったらお勉強できます、うん、オッケー、じゃあもう一回一から勉強し直していただいて、はい、そうですね、何か役に立ててほしいなっていう。頑張ります。太鼓は何歳からやってたの。太鼓は本格的に始めたのは小学1年生、うん、はいはい、早い、はい、なんか地元のチームかな。そうです、地元の、うん、僕のお父さんがですね、はい、地元のチームの指導者で、はい、はいはいはい、もうその流れでなんかもうなんとなく始めた感じですね、うん、なるほど、もう気づいたらみたいな感じ、はい、なんか太鼓やりたいっていう感じもなかったんだ。やりたいっていう思う前にもう始まっってました。あ、そうなんだ、はい、お父さんが気づいたら結構影響でっかかったのかな、うん、僕たちもね旅先でお会いしますよね。お世話になりましてたくまのお父さんには、香川行ったらもう、うん、まずたくまさんのお父さんにお会いしてあのね、お父さんの特徴を一言で言うならばですね、ずっと喋ってる。そう、うん、もう本当にこのねハートビートラジオとか出演したらね僕たち喋る隙間ないよ。だから僕もたまに電話するんですけど、はい、もう半分以上あの人が喋ってて僕喋りたいこと全然喋らせてくれなくて終わっちゃうんですよ。会話じゃなくて、そう、喋りたいことばーって話して、うん、うん、うん、はいって終わり相槌で終了する親子電話みたいな。いやでもね本当に情熱的な方で、うらやましいですね本当に。そうでね、このあのたくまのいたチームっていうのが、あの住吉優太と山脇千恵ね、そうそうそう、もうあの所属していたチームで、はい、やっぱり2人の影響はでかかった。影響ですね、うん、
でかいですねやっぱり。でかいんだ、うん、なんかやっぱり鼓動との出会いとかきっかけみたいなのも結構大きかったその2人が。そうですね、やっぱりやっぱ最初にユータさんが行って、うん、あ研修所に、はい、でメンバーになって、はいはいはい、でうわ俺も行ってみたいなってなって、ほう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 、でなんか僕もメンバーになったらどんな僕がどんな感じになるのかなっていうのを知りたくて、うんうん、でそっからも、うん、行こうって決めましたね。あ本当、はい、で次にあの知恵がね、はい、その後追うように行って。そうですね、だからキー的には一個違いだから重なってるんですよね知恵さんと。あそっか、あそっかそっかそっか、たくまの一個上が知恵だから。そうだから、ね、そうもうめっちゃ怒られましたやっぱりね、あの普段僕たちもさ稽古とかあの現場でさ一緒にやってるとさ、はい、この同じチームだったこの3人のたくまに対するやっぱり言葉っていうのは小学校の頃からやっぱ変わってないんだなこの関係性みたいな、はい、むちゃくちゃいいのよそれが、なんか兄弟みたいでさ、はい、いいんですか。あとあの中の3人のなんか雰囲気みたいなのありますよね。すごい面白いんですよそれが、はい、いい意味でこう緩い感じのいやそう、いや緩っ、まあそうね、まあまあはい、すごいよ、あの兄さん姉さんにたがたくまに対する当たりの強さっていうのはもうすごいです、まあ、特に知恵さんですよね聞いてるかもしれんぞこれ、気をつけないと。そうだよ、怒られるからあんまり言っちゃうとさ、やってね、尊敬してますか。尊敬 してますしてますよ。よかった、これで締めとこうちゃんとね。まあでも三者三様ですよね、なんかそうよね、ほんとそう思うわ、うん、いや対抗っていうか舞台上でもそう思うわ私、うん、うん、なんかこの3人同じチームだったけどそれぞれの色がね、コードの舞台でもすごく出てて、はい、あいいな、その一番、まあ、上というか根幹にあのお父さんがいる。そうですね、素晴らしいチーム香川いやいやいや期待してほしいですよね、リスナーの皆さんにね、はい、なるほどな、それがなんかコドとの出会いとかきっかけだったっていうのねあったということで。なるほど、さっきさ、はい、あの研修所の話も出たじゃんか。研修所、はい、で知恵と一個違いと、うん、でそのたくまの一個下が谷なんだね。そうなんです、だからあの1年生活してるんですよ一緒にね。そうなんですよ、はい、じゃあちょっと研修所の話していく。そうですね、ちょっとねせっかくだからやりましょうか、うん、はい、じゃあ、研修所でお互い初めて会ったというか一緒に生活してみたいな印象というか。そうですね、まあ、まずじゃあ聞こう、はい、たくま谷に会った時の第一印象どういう人でしたか。なんかすげえ申し訳なす、何なんですかね、申し訳なさそうなんですよねいつもまあ今もそうですけどね。今もそうですね、今もそうです、ね、口を開けばごめんなさいしか言わない。そうそう、めちゃくちゃネガティブやないか。そうそうです、まあそう、いやでもなんか、うん、やるときはすごいやりますよね。なるほどね、うん、バシッと決める。も昔もまあそうなんだ、そう変わってないんだ。はい、谷は僕はもう本当今と変わんないんですけど、はいはい、いい意味での無邪気さ、うん、あもうそういう、はい、パーンと開けたような性格が好きだと、はいはい、遊び心満載の、うん、はい、でもさ1年やっぱり一緒に暮らしてると、僕もさ、いや僕はそれこそユータとね、あの一気違いなんですよ、はい、私が2年生の時にユータが1年生で入ってきてという感じだったんですけど、こう1年一緒に暮らすっていうか研修所生活共にしてるとちょっと違うよね。なんかやっぱり同じ釜の飯じゃないけど、2人ってさあれ研修所時代ってどういう関係だったのかどういう関係っていうか、まあ、なんか結構頻繁に喋ったりしてた。はい、直属の先輩っていうんですか、はいはい、後見人制度っていうのが研修所にありまして、あー、なるほどね、まあ、いわゆるその2年生が、はいはい、その1年生を、うん、そのまあ、なんていうんですかね、うん、分けて、そうそうそう、はい、2年生が1年生が最初に入ってきた時に担当っていうかね、ああそうです、生活面とかいろいろをこうペアみたいな感じになって、はい、まあ、2年生1人につき、まあ、1年生2人みたいな感じで後見人制度っていうのがあるんですけど、まあ、リスナーの皆さんにはそれなんか指定関係みたいな感じでね、はい、最初にほとんど聞くもんね生活のこと、あとはじゃあ後見人から聞いてみたいな感じで、はい、まあ、単純に言えばそういう感じの関係っていうことで、そうです、そうです、だからかなりがっつり最初から組んでたんだ、はい、もうしかもたくまさんは、はいはい、僕以外にも、うん、あと2人いたんですよ、あ計3人を、はい、3人いたんですよ、だから担当してたと。そうですね、まずそこがすごい。じゃあさ、このそんな、関係が最初から深かった2人ということで、はい、思い出話みたいなの話しとく。そうですね、そうですね、うん、まずなんだろう、どっから説明すればいいんだこれはいはい、佐渡には深浦学者っていう、
はいはい、元には深浦学舎っていう、まあ佐渡市からお借りしてるんですけど、はいはい、まあ、体育館、元小学校の体育館があって、うん、そこで、よく鼓動は稽古をさせていただいてるんですけど、はいはい、その時研修生も、もう泊まらせていただく時なんですね、はい、あるよね。実際にその柿の浦っていう集落から研修所からずっとこっちの、うん、この深浦体育館っていうのは鼓動村の方にの近くにあるんだよね、はい、うん、そこまで研修生が来て稽古してた時の話。そうですね、はい、でそれで、まあ、しばらくも泊まってたんですよね、深浦に、はいはい、うん、深浦に泊まってて、うん、でその時割と研修生の、まあ、本当に試験と言われる発表会がもう近くて、はいはい、最初発表会だったかな、もう近くて、うん、最後のね、で結構もうなんていうんですかね、それに、まあ、集中というか、はい、それにもう悩まされて、うん、なんか、うん、些細なことでその、うん、なんか物を落としたりとか、なんかさらわっちゃったりとか、なんかいろいろやらかしたりとか、あんまうまくいかなかったんだ。うまくいかなかったんですよね。でそれにたくまさんが気づいてくださって、うん、なんか様相が おかしいなと、あ、そうです、はい、おかしい、ちょっとおかしいなと、はいはいはい、で ある日ランニングの時に、はい、たくまさんが呼んでくださったんですよね。お、呼んでくださってちょっと来てみたいな、お、一緒に走ろうぜと、話しようみたいな、話しながらランニングしようって言われて、うんうん、でその時に、うん、言われたのが、うん、まあ、いろいろその悩みを話したんですよ、いろいろこうこうこうで、うん、うまくいかなくてみたいな、うんうん、そしたら、いやでもそれ悩み全部今言ってるけど、うん、それなんかもうなんかのせいにしてるからやないのみたいな。なるほどね。なんかその なんていうんですか、その、うん、なんか物のせいだったりとか、はいはいはい、こうだから、うん、こうだから自分は今ダメなんだとか、なるほど、ね、そういう聞いてるのはもうそういう感じするわみたいな、うんうん、でそんなんもうどうでもいいやみたいな、お、もうやるしかないんだから、はい、もう何もまあ、誰のって言ったらあれですけど、うん、何のせいにもせず、はいはいはい、もう淡々ともやればいいんやっていう風に、たくまさんがランニングしてる時に言われて、うん、そっから、ああ、うん、そうだなみたいな、まあ、言ってしまえば当たり前のことなんですけど、まあね、悩んでるその、うん、自分から、その時の自分からしたらやっぱ、うん、なるほどなっていう、いやもうこんなくだらないことで、うん、メディアにじゃダメだ な、そうダメだなっていうのが、うん、分岐点になって今でもそれを思い出しますね。あ、気づかせてくれたんだそれが、はいはい、悪魔が、はい、どう、覚えてる？いや全然覚えてないですけど、覚えてもう本当に覚えてない、かわいそうじゃないのよ。いやでもなんか、まあ、当たり前のように言ったそういう一言が心に残ってるんだって。 ありがとう、思い出して。ありがとうございます。思い出すから、うん、びっくりしたわ、覚えてない。いつかいつか思い出すからか。そしたらタグマがなんか谷とのなんか思い出みたいな、そうそう、ね、うん、谷くんたちが入ってきて、はい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 、まあ1週間ぐらいなんですけど研修所にね、はい、うん、でまあ谷くんって結構そうそうハプニングが多いキャラ で、はいはい、で結構谷くんの心もズタズタになってたんですけど、はい、なるほど。でいきなり僕のところに来て、はいはい、すいません高橋さん、うん、って言って、うん、もうやめたいんですよ、ちょっと待って、1週間で？そうそう、そうもう相当追い込まれてたね。これでやめようと思うんですけど、うん、つってと思って、うん、でも1週間って、ね、早くねってもうその時言いました、早くねってみたいな。そしたらそうですよねってそっから今に至ってるんで、だいぶ飛ばしたな。だからあの言葉多分すごい聞いてると思います、うん、ここにいるっていうことは。ちょっと待って、さっきのさ、すごい谷が話してくれたロングストーリーよりも早くねーの一言の方が響いてるってことそうそうまあよく考えなさいとね、そうそうそう、とにかく目の前のことを一生懸命やりなさいっていうことが二人にとってはすごい大きい言葉だったっていうことだね、そうですね。なるほどな、はい、いや今もじゃあなんか迷ったりとかしたら相談しに行ったりしてる？相談たまにしてます、ね、たまにたまにね、はい、してるかなま、前よりはそのなんか重い話とかそんなしてないですけど、たまに薄っぺらい話も、ね、そうですね割と、はい、でもなんかさ言わずもがなみたいなとこあるよね、1年なんか一緒に暮らしてるとね。そうですね、うん、やっぱり悩んでるなって思うときはある見ててありますけどね。なるほどね、はい、OK ありがとうございます、はい、じゃあそんな結構濃い関係の2人ですけど、そうですね、
じゃあ次はちょっと切り替えて、はいはい、リスナーの皆さんからの質問コーナーということで今回も募集しまして本当にありがとうございます。いろいろとね、いくつか紹介していきたいと思います。はい、ですね、朝からうどんって食べますかっていうことですけれども、これ香川県だからってことね。地元にいた時どうだった？地元にいる時は朝うどんやってました。食べますか、はい、やっぱりもう朝早くからうどん屋空いてますし。そうだよね、そうですよね、はい、なるほどな。うまいです、うどん大好き。ラーメンの方が好きです。おいいいやもううどん一番じゃないんだ。いやうどんはもうなんか当たり前すぎて。あ、なるほどね。もう日常ですからうどんがこっちは逆に飽きちゃう。すごいね、やっぱりうどんが日常ですと、うん、すごいですよね。いやそれぐらいまで極めてほしいですよね。でも本当に香川行ったら僕たちもなんか、うん、うどん食べますよね。本当に朝うどん僕もさせてもらって、はい、それなんか日常って言ってる意味分かりますわ。日常って言ってるそこら辺にうどん屋がありますからね、うん、なるほどね。そこではない。 OK、 ありがとうございます。じゃ あ今回ね、そのリクエストのところにね、リクエストっていうか質問のところにギター上手ですけど三味線とかやりませんかとかギター始めたんですけど何をしたらいいですかっていう、始めたいんですけど、はい、あのまず何をしたらいいですかとかっていうギター関連に対する質問がなんかありまして。そうですね、すごい太鼓叩きなんだけどね。本当ですね、太鼓芸能手段なんですけども、はい、一応答えてもらおうかなと思います、うん、はい、どう、ギター始めたんですけどまず何をしたらいいですか？あ、まずは、うん、YouTube 開いてもらって、はいはい、なんか教則のやつとかあるんで、なんかみんないっぱい出してるんで、うん、いっぱいそれを見て、うん、ギターを勉強してください。やっぱそうですね、やっぱり、うん、あ、独学でね、はい、YouTube 見なさいと、はい、で好きな曲弾いて楽しんでください。あ、いいじゃないですか。いいですね。あ、三味線とか興味ないの？他の弦楽器。三味線ですか、うん、三味線は研修所の時に選択楽器で三味線やってたんですけど、うん、あ、そういうね、一回挫折してますあのギターとはちょっと違う、あの弾くやつあるじゃないですか、なんかバチな、バチバチ、うん、あの握り方がちょっとよく難しくて、まあ、ピックとはまた全然違いますからね。確かに、うん、手首グワーみたいな手首グワーするから、うん、ちょっと手って思ってちょっと違うね、はい、ちょっと今一回、うん、はい、挫折してますまあでも弦楽器こっちのさ、バチ以外の方は多分容量をつかめばいけるが、そこのグワーだけ克服したらいけるかもな、どうなんですか、ね、あ、これもう折れてますね心が、はい、今後に期待ということで、はい、そうですね、はい、じゃあ今ねギターの話出たけど、まあリスナーの皆さんね、たくまくんのことなかなかこういう話聞く機会ないと思いますけど、ギターのたくましゅんみたいな感じで覚えてもらおうかなと今回思ってますので、うん、はい、まあ、ギターということでね、今日オープニングお気づきになった方もいらっしゃると思いますけれども、今日はねギター持参できてますから。そうなんですよ、ね、本当になんかですね、せっかく高校生の時にねバンドもやってたと、自分でね歌書いてたっていうことも言ってたからね、うん、なんか一曲歌ってくれるということでこれ今日ね谷がね台本担当してくれたんですけども、もう唐突にここにたくまさん、じゃあ歌っていただいてもよろしいですかって書いてあるんですけど、本当ですね。いや、いいんだよそんなの、楽しんでいこうぜ、楽しんでいこう。だから唐突に振ります。なんかじゃあ自分で持ち歌歌ってくれるかな。そうですね、うん、せっかくなんで谷くんに言われたんで歌え、すいません、はい、僕の曲をOK、 じゃあハートビートラジオでは初めてですけれども、こうギターの曲ちょっと少しリスナーの皆さんお聴きください、はい、それではたくましゅんくんでどうぞ。工業地帯にベルが鳴り、夕日が赤く染まる頃、吐く息を白くさせながら、今日もみんな帰ってゆく、ああ今日も一日が終わる、今日も
お聞きいただきましたのはたくま旬で工業地帯でした。ちょっとラジオラジオっぽくなっちゃった。ラジオ曲間違えたんじゃないかな今日もしかして。ありがとうございました。いやでもいいっすね。最高でしたね。研修所の頃から聞いてるんですけど、やっぱ毎回聞いてもやっぱいいっすね。やっぱりあのね、はい、まあありやなと思いましたね。これね感想聞かせてほしいですね、リスナーの皆さんには。そうですね、太鼓芸能集団コドがお送りしておりますハートビートラジオでございますけれども、今回ギター入れさせていただきました、はい、いかがでしたでしょうか。ということで工業地帯という曲、聞いていただいたんですけれども、はい、この曲はいつ作った曲なんですか。これはですね、バンドを組んでいた高校1年生の時に、はい、初めて作りました。あ、自分で。はい、はい、初めて作った曲です。はい、どういう思いがあるのこの曲には。これはですね、僕香川県出身なんですけど、はいはい、隣の愛媛の三島っていう町に工業、うんうん、海沿いに工業地帯があって、はい、そこに沈む夕日がすごい綺麗なんですけど、はいはい、まあ曲を作るにあたって工業地帯をテーマにした曲ってないなと思って。なるほど、あこれはいけるって思って確かにシンプル、はい、ちょっと待って、夕日と何のつながりがあった今。夕日に工業地帯に沈む夕日がめちゃくちゃ綺麗で、それを見てた時にちょっと待ってくれ、なかなか工業地帯っていうのをテーマにした歌ないぞと。そうそう、で今のメロディーが浮かんできた、はい、すごいね。いいっすよね、天才自分で言っちゃったよ。いやもうなんか歌いすぎて、うん、なんか人の曲に感じてて今。どういうこと。なんかどういうこと。いや結構この曲歌ってって言われることはあるんですけど、うん、まあ、歌いすぎて人の曲に感じてて、なんかめっちゃええ曲やなって、うん、あ、なるほどね、もう俯瞰しすぎて自分の曲ってことを忘れちゃってるみたいな感じ。そうそうそうその域まで達しちゃいました、ね、あるそんなこと。歌いすぎて、まあでも本当にだからもうこの曲一番歌ってるんだろうね多分。そう、代表曲、代表曲ですね。いやなんかまた他の曲も私個人的に聴かせてほしいですわ。なんかそのコーナー作ったらいいんじゃないですか。確かにめちゃくちゃ一言やな、だいぶ。いやいいじゃんね。いいですね。ちょっとなんか今あのギターの音入ってきた時にやっぱり心がスーッとなったんじゃないですかね、リスナーの皆様にはね。ありがとうございます。まあ言うてでも私たち、太鼓芸能集団鼓動ですから。そうです、忘れてました、まあこういうたくまくんのこう人柄がね、今ギターの音色とこの工業地帯っていう歌からわーっと伝わったところで、この、リスナーの皆さんからですね、はい、あの質問のところに一個ね、こう応援メッセージみたいな感じで、三宅めちゃくちゃかっこいいですっていう書いてくれた、三宅っていう演目、最近たくまは舞台で三宅という演目でソリストとしていくつか舞台立ってますけど、やっぱりその三宅に対しての思いみたいなところも少しだけ聞かせてもらえたらいいかなと思います。今ねギターやってもらってちゃんと一回戻ってこないと、太鼓にちょっと今切り替えてます。切り替えてもらって三宅に対しての思いちょっと話してもらってもいいですか。はい、うん、そうですね、はい、まあ、三宅はきついですね。切り替えられてる今ちょっときついね。きついですけど、はい、きつい。やっぱりでも好き、好きになりてますね。 なってるなってます、なってます。なるほどね。なんかやっぱりソリストのポジションっていうのはすごくプレッシャーもあると思うんだけど、はい、なんかそこでやるにあたって自分がなんか心構えっていうかテーマみたいなのってある。あでも、うん、もうやる前はすげえもうなんかやってやんぞみたいな感じで気合入れてね、もう集中してやってますね、うん、やってる時はやってる時ですか、うん、やってる時真っ白ですね、頭。あ、真っ白なんだ、はい、もう何も考えてないっす。とにかく走り抜けるぞと、はい、なるほどね。それすごくできるようでできないことだからね、この真っ白になるっていうのは。確かに。なんかたくまの三宅のその姿とか見てると、もうわーどこまで行くんやみたいな、終わりを忘れてるんじゃないかってぐらいまでどこまでも突き抜けていくっていうイメージがあって、僕もすごい好きなんですけど、もうなんかランナーズハイなんかそういう感じするよね。そうですね。だからまあリスナーの皆さんもぜひコドの舞台を見に来られるときに、たまたまたくま旬がですね三宅をもしやっていましたら、よく注目して見ていただきたいなと。ぜひ。なんかこの今まで話してきてもすごい感じるのは、すごくまっすぐピュアで、なんか忘れちゃったりもしてるけど、まあ一つのことに対してすごくピュアな気持ちの持ち主だなって僕すごい感じてるから、なんかそういったところが太鼓にもめちゃくちゃ出てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そうかもしれないですね。むちゃくちゃポジティブで好きだわ。ありがとうございます。
ポジティブだけがどんどん肯定していこう、はい、うん、いいと思うわ、愛おしいですよ、そういうところがね、え、はい、ということで僕たち毎回恒例の毎回恒例っていうかこの質問コーナーね、最後、はい、こっちから聞いてるんだけど、はい、まあ、そうやって太鼓も叩いていくたくましゅんくんですけど、はい、今後の夢みたいなのってありますか？夢ですか、うん、ですね、うん、人の人生を変えられるような太鼓を打ちたいです。最後にめちゃくちゃいいこと言うやん。ありがとうございます。ちょっと待ってよ、すごい、まさかこんないい言葉が出てくるとは。あ、でもなんかそれはずっとさ、あの、言ってるよね。これ結構テーマにして持ってるんじゃない？太鼓叩く上で。そうですね、やっぱりなんか、うん、なんか例えば、うん、もう僕死にたいですって思ってる人が僕の演奏を見てくれて、はいはい、なんかまた生きようと思いましたみたいなのが、うん、一人でも多くいればいいなって思いますね。いやー、素晴らしいですよね。もしかしたらね、はい、まあ、今そういう例を挙げたけれども、まあ、これからの舞台でさ、なんか、楽しみにして見に来てくださるお客様もすごくいると思うけど、うん、なんか日々の生活の中で辛いことがあったりだとか、まあ、舞台っていう非日常の空間の中にわっと飛び込んでいろいろ忘れちゃいたいとか、鼓動の舞台にそういうものを求めるっていうお客様も絶対いると思うよ、うん、でそういう人たちのことも考えてじゃないけど、そういう人たちの人生変えれるようなっていう風に思ってる太鼓打ちがいるってことを知っていただきたいね、僕も、そのリスナーの皆さんには。そうですね、うん、なんかそういう機会にもこういうラジオっていうのはすごいなるなと思うし、なんかそういう思いで稽古とかもぶつかってってる、やっぱり。そうですね、うん、投資稽古とかは特に。投資稽古あのさ、本番の話をしてるんだ今ね。あ、本番。投資稽古っていうのは、まあ、鼓動村内で行われるそうそう、リハーサル、リハーサルなんですけども、本番が特に、まあ、稽古とかね、本番でもね、うん、そういうね、本番を想定すればするほど気合が入るということですかね。はい、シンプルですごく伝わりました、夢、うん、はい、引き続きそこに向かって頑張っていくということですので、ぜひぜひリスナーの皆さん、このね、人の人生を変えれるような太鼓打ちになりたい、太鼓叩きになりたい、たくましゅん、はい、大注目でございますよ、はい、ね、なんかリスナーの皆様に一言ありますか？あー、そうですね、うん、楽しく生きてくださいぐらいですからねもうポジティブモンスターやな。いいですね、最高じゃないですか。楽しく生きろね、うん、楽しく行くろ、行きろ、ね、よし、わかりました、ありがとうございます。 OK、 じゃあ質問コーナーは以上ということで、はい、だんだんとエンディングに向かっていきますかね。そうですね、うん、また随時質問メッセージ募集いたしますので、はい、お寄せいただけたらまた幸いです、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらですね、SNS の発信もございますしリクエストフォームの方も随時募集しておりますので、はい、皆様の声どんどん寄せてください。今回みたいなね、ギターなんて登場してきました。メンバーそれぞれね、なんか太鼓叩きだけど、なんかいろいろ自分の趣味もそうだし、いろんな一面を持ってるから。そうですよね、楽器できる人結構いますよ ね、 結構ね、ギター弾ける人も、ね、確かに、だからどんどん、ピアノとかね、行ったらいいんじゃないですか。それこそユータとかもめっちゃギター弾いてね、即興で。今回ね、ちょっと企画一個谷くんがしてたのでできなかったのが、そのなんかお題をパッと出して即興で歌ってくださいみたいなコーナーがあったんだけど、はい、それやろうと思ってたんです。それやってたら多分楽しくなっちゃって永遠に終わんないなと思ったから1時間軽く超えるような、ね、はい、だからなんかまたそういうコーナーみたいなのが、そうですね、もしリスナーの皆さんがやってって言ってくださればやってって言ったらやりますなんかできたらいいかなって思うし、そうですね、たくまも引き続き、はい、なんか太鼓叩きながらいろいろ旅もこれからね、こういう状況の中でもこれから私たち続けていきますので、はい、出会った人、出会ったもの、出会った景色に感化されて、ギターの曲もね、まあ、太鼓の曲もね書いたらね、うん、うん、めっちゃ苦手そうやな太鼓の曲は、はい、いや期待したいんだよね、そこにめちゃくちゃいい曲書くから。太鼓の曲もなんか研修生の頃書かれてるんですよ、ね、あ、本当ですか、はい、すいません、ごめんなさい。いいじゃないですかね、はい、そんな曲も聴いてみたいなと思うし、皆さん多分期待してる人も楽しみにしてると思うので、はい、頑張ってくださいよ。頑張ります、ね、はい、どうでした、ハートビートラジオ出てみて。いや、意外と楽しかったですけど、うん、ちょっと谷くんの緊張が僕に伝わってきてすいませんいやー、すいません。いや、でもなんかちょっと楽しかったです。楽しかった、はい、後半から僕相槌しか打ってないです大丈夫です。いや、そういう谷くんを見て僕はちょっと
楽しんでました。あのさ、リスナーの人たち皆さんに伝わらない楽しみ方やめてもらっていいですか。すいません。こちらは楽しいです。うん、でもね、多分リスナーの皆さんにもですね、谷くんの緊張っていうのはちょっと伝わってんじゃないかな。すいません、ね。またでもパーソナリティやろうよ。はい、お願いします。ぜひ、ね。だんだんといろんな人がこうこのラジオに関わって、もちろんリスナーの皆さんとの交流もどんどん深まっていって、うん、楽しい時間にしていけたらなっていうふうに思ってますので。そうですね。引き続き頑張りましょうよ。はい、頑張りましょう。ね、頑張って。よろしくお願いします。いやー、めちゃくちゃ笑ったわ。そうですね。でもね、これあのどっちもリスナーの皆さん多分2人のこと好きになれる回なんじゃないかなっていうのすごい思うわ。なんていうか、いろんな意味で人間味あふれる回でした。確かに、ね、いろんな意味で。うん。なんか40回を迎えました、あーハートビートラジオ、今回41回目ですけれども、どん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 ね、いろんな人が出て、いろんなカラーがあって、はい、そういう人たちが鼓動の舞台に立って、うん、太鼓を叩いてるということをですね、リスナーの皆さんに知っていただいて、なんかまた旅を続けながら出会えていけたらいいかなっていうふうに私たち思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで締めさせていただきました。すごい、ありがとうございます。翔さんすごいですね。ありがとう、うん、はい、ではだんだんと時間になりますので終わりでいいかな、谷くん。そうですね。はい、また SNS やあのこちらの概要欄にありますリクエスト。ねえねえねえ、谷くん、それさっき俺言うたわ。あ、言うたわ、そうダメだもん。よーし、締めると最高の、緊張感が伝わったところで、はい、お開きとさせていただきます。ありがとうございました。それでは皆様、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。次回の放送もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。楽しく生きよう。イエーイ。